はい、では今日もポケモンガオレ第4弾で遊んでいきたいと思います。今日も前回に引き続きトレーナーとバトルで、前回一番下のやつに勝ったので、次2番目ですね、強さ下から2番目のやつ、駆け出しアイドルのエリとバトルしていきたいと思います。この辺もまだ余裕でいけるかと思います。ヌイコグマとデリバードですね。デリバード。こちらは、前回と同じくですね、まずはグレード5のイベルタルを出しとけばとりあえずいけると思うんで、1匹はレベル5で、1匹はレベル5で、もう1個は、ジャラコを進化させたいのでまた使っていきます。この辺はジャラコとかを出しててもそうそう負けることはないと思いますので、じゃあイベルタルでぶん殴っていきます。さすがに一撃ではないかな、無理かな、一撃では。返り討ちかい。返り討ちになった時って攻撃のスロットがないけど、攻撃の威力ってどうなってんのかな。お、抜群だったけど一撃じゃないですね。やべ、相手の攻撃でめんどくせえな、食らっちゃった。まあ攻撃されたところでって感じかな。全然ニゴグマには勝ちたかったな、こいつより先に攻撃できれば。お、サポート来た。よし、これで多分倒せるから、イベルタルのゲージをわざわざ一回食べなくてよかったからラッキー。何来るかな。トゲデマルとイワンコ。よーし、自分どうしても結局10しか出ないんだよね。全然じゃん。よし、もう一回独壇場やん。お、急所来た。おい、微妙に残ったな。またサポートだ。お、サポートの方が強え、イベルタルより。はい、この辺も余裕でしたね。お、来た。進化したぜ。は
回ジャランガに、ジャランゴに、ジャランガじゃない、ジャランゴになりましたね。はい、ということで無事トレーナーにも勝利しまして、ジャラコも進化したので結構良かったかな、結構稼げたかなと思います。あと残り2人なのでジャラコまだ進化できるしね。で残り2人なの でまたねやっていきたいと思います。こんな簡単な戦いでサポート潰しちゃうのはもったいないなって感じはちょっとするけど、はい、ありがとうございました。